震えよる。めっちゃ震えよる。何あれ、生まれたての小鹿ですか。アイラたちはファーレス王子の計らいで城下町の宿屋で一夜を過ごすことにした。そして夜が明けた。おはようございます。昨夜はサーカスを見られたようですね。さぞお楽しみいただけたことでしょう。さて、いよいよファーレス杯が開催されます。城下町もますます賑わってますよ。え？レースハウスの王族控室ならパドックの西にある建物の立派な部屋ですよ。では行ってらっしゃいませ。ハドックって何？ハドックって何？何やってんの？いよいよファーレス杯ですよ。お、私の必勝法を使えばレースの予想も百発百中。多くの皆さんが巨額の富を得ているんです。長年の研究の末、私が編み出した必勝法を知れば次のファーレス杯も予想的中間違いなし。さ、あなたも私の話を聞いててください。あー、なんかこういう人って絶対出てくるよね。信じていいものかしら。怪しいけど説得力はあるな。いや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 、そんなんでね、大勢が巨額の富とか得るわけないけん。ねえ、ワンコよ。めっちゃ吠えられてますけど。めっちゃ吠えられてますけど。お、7ゴールド手に入れた。んで、ここがレースハウスって言ったよね。何あの人、ネオリアン。どうしよう。大変なんだ。大食いが怪我で出場しないというのだ。本大会大石と並んで優勝候補だったのに。ああ、どうしよう。国の人々はさぞがっかりするに違いない。誰か代わりに出場してくれないものか。なんかこっちに駆り出されそうな予感やけど大丈夫？情けないことに激しい訓練中に怪我を負ってしまったんだ。これではレースには出場できない。激しい訓練って何やってんの？走るの馬だよね。ああ、僕がファーリス杯に出られないなんて、なんたる悲劇だろう。ファーリス王子と一緒に走りたかった。まあ、どっちにしろファーリス王子とは走れないんだけどね。あの大食いが怪我で出場できないなんて、レースの女神はなんて無慈悲なんだろう。だがこれで優勝候補は王子様だけ。これは私にとってチャンスだぞ。ひょっとしたら優勝できるかも。え？あなたも出るの？そして、あ、ここか。なんか落ち込んでない？大丈夫？見てくださいよ、大食いの馬。モグパックンの悲しそうな様子を。見てるこっちまで心が痛くなってきますよ。悲しそうなの？もぐもぐ食ってるけど。こっち？じゃないよね。悲しげ、尻尾振りよるしね。え、うなだれてないよ。なんか食ってるよ。ファーレス王子様だったら、ここの王族専用の控室にいらっしゃるぞ。入っても良いが、粗相ないようにな。ここはなんか王族との、王族との接触が比較的簡単にできる国なのね。お、いるじゃないか。ああ、よかった。アイナさんじゃないか。来てくれなかったらどうしようかと思ってるところだったんだ。感謝するよ。さて、まもなくファーリス杯が始まる。僕の代わりにレースに出場してくれれば、約束通り、虹色の枝の剣を父に掛け合うよ。さあ、レースに出場する準備はいいかい？いや、いいんだけど、オグイさんが。よし。さすがは僕が見込んだ男だ。ではまず、サマディア王族の鎧と兜を身につけてもらうぞ。なーに、心配ない。君の背格好なら僕とそっくりになるさ。さあ。いや、てか話しかけられた時に答えられないですけど、どうすれば。アイナは王子から受け取ったサマディ王族の鎧と兜を身につけた。おお、バッチリ似合ってるじゃないか。この狙いマスカ別人だとは誰も思わないだろう。さて、そろそろファーリス杯が始まるぞ。いいか？部屋の外に馬が用意されているから、その馬に乗ってパドックに出るんだ。そのまま奥に進めばレース場に着くぞ。レースが終わった後は城の地下にあるレース場へ続く通路で待ち合わせをしよう。そこでまた入れ替わるっていう流れだ。さあ、君はもうサマディに応じたからな。くれぐれもレースを頼んだぞ。王子にふさわしい走りを期待しているからな。お前に言われたくねえわ。王子にふさわしい走りができない奴に言われたくないわ。え、レースというのは見守ってるだけでいいの？私は何か操作が必要なの？馬をどうやって連れていくんだろうか。あ、この格好で
この格好でなんか誰か出ていかんかった今、気のせいか。大丈夫っすか。いやいや、王子様、国の人々皆が首を長くして王子様の登場を待ち望んでおります。ささ、どうぞ前進を。ここをまっすぐに抜ければパドック、パドックを奥に進むレース場です。王子には説明しなくてわかると思うんだよねこれはこれはファーリス王子様、お目にかかれて光栄です。王子様とお手合わせ願いたかったんですが、怪我でレースに出られなくなりましてね。王子様と走れないことが残念になりません。怪我が治ったらきっと勝負してくださいね。無論王子様だからといって手加減はしませんがね。いてて、この間さ、私はずっと無言なわけやろ。超不愛想やん。あ、もしかしてここに座った人出て行ったね。さっき誰か出て行ったもんね。なんか、あ、この馬、いやいや、ファーリス王子様、ご準備が整ったようですね。間もなくレースが始まります。王子様のために優れた馬を用意したので、そちらの馬に乗って奥へ進んでください。王子様のご登場、国民が待ちわびています。よし。おや、王子様、どこへ行かれるんですか。間もなくファーリス祭が始まります。馬に乗ってレース場を進みください。あ、ここからここからもう行け、あ、ここなのね。なるほどなるほど。何これ、女の子、男やった女の子かと思った一瞬。よーし、頑張っていこうか。何、どこへ行けばいいんだ。おー、王子様、この子供たちがどこからか侵入しまして、申し訳ありません、すぐに追い出しますおー、すげー。あー、本物の王子様だ。めっちゃ興奮しとるやん。この子侵入成功。んーと、はっ、キャー、こっち見て、ファーリス様かっこいい。わーい、王子様だ、すげえ。ファーリス様、私よ、ちょっと見えないわ。すげえな、なんか。ファ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 ってなんかいっぱい吹き出しが出てくる。すげえ人気。しかし誰もファーリス王子だとは気づかねえ。いやいや、ファーリス王子様、この先はレース場となります。レースのご準備はよろしいでしょうか。よろしいです、きっと。おう、さすが王子様です。では頑張ってくださいね。さあ、見守るだけでありますように。あ、なんかこう見たら、こう見たらお母さん普通にシワあった。本日はお日柄もよく。キャー、ファーリス様が来たわよ。王様の話を聞いてあげて。今、王様が話そうとしているんだから。うわ、すげえな、こんな中出ていくとか。超勇気あるやん、私。ファーリス様ー、キャー、かっこいいあそこに事情を知っている方々が。で、本物のファーリス王子は一体どこにいるの。フードをかぶってその辺にいるの。すごい歓声じゃない。さすが騎士の国の王子様ね。ん？やっぱりそっち系の人ですか。私、シルビアっていうの。騎士の一人が怪我しちゃって、代わりに参加することになったのよ。王子様だから手加減しないわ。正々堂々勝負しましょうね。あそこの代わりここになったんや。何でもできるのね。派手だなぁ。てか、あれ邪魔じゃない？めっちゃ風の抵抗を受けそうやけど。ない方がいいんじゃね？絶対遅くなるやろ、あれ。うわぁ、自分で動かす。馬レース。3頭のライバルを出し抜き、1位を目指しましょう。R2 ボタンを押している間、ダッシュができます。急なカーブでは、四角ボタンで小回りを効かせましょう。走っているとスタミナが減りますが、コース中にある緑色の渦に触れるとスタミナが回復するので、積極的に狙っていきましょう。ほう。あれだね、早速目の前にある。ちょっと邪魔なんですけど、その羽。あ、てか早くね。あ、待って、回復できなかった、回復できなかったんですけど。あそこのあの人早くない、あの人早くないですか。何あれ、あれは障害物なの
あれは障害物、障害物か何かもわからないんだけど、かぼちゃが置いてあった。いやースタミナ若干回復。なんかすごいかぼちゃを蹴り上げて、あー早いよ。あのかぼちゃは、いや別に何もないんか。なんかあのかぼちゃのとこ通った途端にあの人さスピードアップせんかった。気のせいかな。なんだか戦闘音楽に切り替わったような。いやー、なんか破壊されてるかぼちゃなんかかぼちゃ破壊されてた。お、遅くね。ひゃー、2位なんですけど、王子2位なんですけど、よろしいのてかあれダッシュできてる。あー、ここはさっそうと1位になりたかった。ここ順位によってさ、ストーリーに変化があるとかいうことは何あれ怪しい。でかしたぞアイラさん、相当馬の扱い慣れてるな。あそこまで走れるとは思わなかったよ。おう、2位で満足してくれた、ありがとうありがとう。1位になったらどんだけ感激してくれたんやろ。さあ変わってくれ、これからみんなの前に出ないといけない。今度は僕が馬に乗る番だ。はいよ、君のおかげで助かったよ。虹色の夜の剣は僕が何とかしよう。それじゃまた後で。1位じゃないといけないんじゃないの王子様。いや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 、さっきまでと違いすぎるやろ。格好悪すぎじゃね。こうして勇敢な走りを見せたファーリス王子は表彰され、ソマディ王国中の人々から声援を受けることとなった。いやでもそれ以上にシルビアがね。シルビアがね。ふぅ、ここまで来れば大丈夫だろう。ありがとうアイナさん。君のおかげで面目を保ったよ。早速、虹色の枝のことだが。え、燃えてない？燃えてたんじゃないわ。何？走ってくる音？騎士の国のお坊ちゃん、さっきの走りやるじゃない。私感動しちゃったわ。あ、あ、格好。何よ、がっかりだわ。せっかくいいレースができたと思ったのに、入れ替わってズルしてたのね。なんだよ。あなたに何がわかるんだ？王子が馬に乗れないなんてバレたら、国民たちの期待を裏切ることになるんだぞ。全員が嫌な気持ちにならないためにこうしてるだけだ。これで全てが丸く収まるんだから問題ないだろ。ふん、そうかしら。勝てない勝負でも正々堂々と戦うのが騎士道ってものではなくて。黙れ、僕はこの国の王子だぞ。流れの旅芸人が王子である僕に騎士道を語るんじゃない。お、父親？違う、王子様失礼します。あ、押しやられる。入れ。お、兵士。国王様がお呼びでございます。ファーリ様の勇敢な走りに大変心を打たれたご様子です。ああ、分かった、すぐに行くよ。アイナさん、君には世話になった。虹色の夜の剣は僕が何とかするから、後で玉座の間に来てくれ。国宝をどうやってどうにかするんかよくわからんけど。あなた、アイナちゃんっていうのね。あなたの走り、とってもしびれたわ。またどっかで会ったらよろしくね。お、なんかこっちが気に入られたっぽい。え、そういう意味で気に入られたんじゃないよね。ファーリス王子の影武者。サマディ王国での馬レースにファーレス王子に代わって参加し、勇敢に走り抜いた者に贈られる称号。さあ、もう何もない。何もないな。いつの間に着替えた。ずっと食いよるな、こいつ。ん？そなた、王族控室から出てこなかったか？まあよい。ファーリス様なら、レースに気を良くした王様に呼ばれ、城の中の玉座の間に向かわれたぞ。そういえば、ファーリス祭も終わって、早速新たなレースが開催してみそうだ。興味があればレース場に行ってみるといい。あ、もうすでになの？へえ。
あ、子供たちは追い出されたんかな。あ、そしてもう夜かと思ったら明るいんやね、普通に。あれ、なんかこっちの方に、あ、違うね。あ、違うね。出るのはこっちか。あの人はどうなった？お、ふんふんふん、馬のふん、何歌ってんの。ファーリサイではよく頑張ってくれたと馬たちを褒めちぎっていたところなんです。ファーリサイで走れて馬たちも嬉しそうですし、足も涙が出るほど嬉しいですわ。なんでこの部屋を覗いてたの。オグイが欠場して慌ていたところに、突然シルビアさんが現れて代わりに出てくれることになったのだ。シルビアさんが出てくれて本当に助かったよ。おまけにあんなに早いだなんて、いっそ騎士になってくれたらいいのにな。僕の代わりに出たシルビアという男がとんでもなくいい走りを見せたらしいんだ。王子様は言うまでもないだろうね。ああ、悔しい。レースの女神は何たる試練を与えたもんか。僕もファーリス王子と走りたかった。シルビアさんはまた、おう、戻ってきとる。ファーリス杯はシルビアという男に乾杯だったよ。もう早いのなんの。まるで一流の騎士のように手慣れていたな。世の中上には上がいるもんだ。私もまだまだ未熟だと思い知らされたよ。だって私にも負けとるやん。私にすら負けとるやん、あなた。無理よ、そんなん。あ、攻められよる。攻められよる、さっきの人。ふざけんな、この大嘘つき。呆れちまったよ。あんた聞いてくれよ。私はこの人の必勝法とやらに、1万ゴールド払ったのさ。そんなに払っちゃったの？その必勝法というのは、オグイが勝つってことだったけど、勝つどころかレースにも出ないじゃないか。もうひどいったらありしないよ。金を返してもらったらこの男、砂漠のど真ん中にでも捨ててこようかね。怖い。おばさん怖い。違うんです。違うんですよ。これは陰謀です。必勝法を編み出す私を貶める罠です。私は嘘なんてついていません。本当はオグイが勝つ運命だったんですよ。それなのに私の必勝法があまりにも当たるから、国が危惧視して私を罠にはめたんです。そんなわけないやろ。普通に怪我してましたよ、オグイさん。さあ、これでなんかその、何？枝が手に入るんやね。大樹の枝。ありがたきお言葉。今後もこのファーリス、騎士として精進いたします。ちょっとは練習しなよ。来たか。父上、実はお願いがあります。あちらの旅の方の頼みを聞いてはくださいませんか。なんでって感じじゃない？急に現れた旅人。ほう、人助けとはさすがは我が息子。騎士道をよく心得ているな。なんだ、行ってみろ。あ、そういう解釈ね。はい。そのお願いというのは、あちらの旅の方に、虹色の、おお、なんだなんだ、何か問題が。王様大変です。盗まれたとかじゃないだろうね。サソリの化け物です。あ、そういう。バクラバ砂丘に、またあのサソリが現れました。巡回中の兵士が、怪我をした模様です。あの砂漠の殺し屋か。毎年この時期になると決まって現れるな。自国の平和を守るのは騎士の務め。二度と現れぬよう、よりすぎの騎士を派遣し、今度こそ息の根を止めてくれるわ。ん？待てよ。そうだ。我が息子に魔物を捕らえさせよう。騎士として成長したお前ならば、今回の任務もきっとこなせるであろう。大丈夫？何？息子をなんかすごい危険な目に。歴戦の騎士を次々と亡き者にしてきたあの魔物を私がですか？私では叶いませんよ。何そのあからさまな震えよう。実力者ほど謙遜するものだ。それに戦いを前にして武者振りも止まらんと見た。頼もしい限りだな。武者振りじゃないやろ。超情けない震え方にしか見えんけど。よし、ファーリスよ。行け。砂漠の殺し屋を見事捕らえてまいれ。はい、承知しました。準備のため、一度自室に戻ります。それでは。震えよる。めっちゃ震えよる。何あれ、生まれたての小鹿ですか？やばいやばいやばい。すまない。虹色の枝の話は後だ。話があるから後で僕の部屋に来てくれ。今度もですか？影武者ですか？大丈夫？そこの階段から転がり落ちるんじゃない？王子様でしたら、魔物を捕らえる準備のために、
お部屋戻られたのだと思いますよ。王子様のお部屋でしたら、階段を降りて左に曲がった先のお部屋です。くれぐれも失礼のないようお願いしますよ。ちょっとお母さんは分かってあげんの?ファーリスったら、レースで活躍しただけでなく、魔物の捕獲にも乗り出すなんて、なんて勇ましい子なのかしら。ファーリスが物を捕らえて、意気揚々とここへ戻ってくる姿が、今から目に浮かぶようですわ。へえ、大丈夫なんか。なんか今はさ、旅の私というのがね、おるけんあれやけど。何うなだれてないこの人。とほほ、砂漠の殺し屋捕獲に向かう王子様の護衛をやることになったよ。騎士としては流行る任務だけど、あの王子様のお守りをしながら砂漠の殺し屋戦うなんて憂鬱だ。ねえ、私がおらんくなったらそのうちさ、親の無茶苦茶のせいで死ぬんじゃないの王子。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。